どうもこんにちは、なっちでございます。今日はね、チャレンジダンジョンに木なしっていうねギミックがあるらしいっすよ。木なしアルテミスでいきますよ、もちろんね。まあロックだから良かったってとこでしょうか。そして、この潜在拡張をすることによってね、覚醒順でこうラグドラとかの方が圧倒的に覚醒数は多いのに、アルテミスというか潜在拡張されたキャラがね最優先で上に来ますので、ぜひね好きなキャラクターがいる人は潜在拡張してみてください。すごいパーティーがねこう組みやすくなります。転生出たらどうしようって話ですけどね。転生出たら自分は覚醒使ってフレンドは転生とかにしようかな。まあいいや、行きましょう。チャレンジダンジョンレベル6でございます。そんな難しくないと思うんだけどね。こんにちは。本当にないわ。はい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 、じゃあ副属性で頑張っていきましょうやね。みんな頑張ろうぜ。なんか光とかも全然降ってこないな。一応水も頑張ればね、このダブなんとかぐらいなら貫通できると思うんだけど、どうでしょう。うわ、これじゃちょっと厳しいか。真ん中も倒せない。待って待って、ちょっと強いぞ。強いぞ、こいつら。クリスマスダンジョン並みとは言わないが、なんか普通ではないステータスをしてますね。マジか、そういうことか。いや、しかしこっから挽回していきますからね。変換してしまえばこっちのもんなんで、ただ毎ターン使っていかないとこれ木が足りないだけですよね。よし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 、落ち込むいい感じで、とりあえずここは倒せそうですけども、よし、こっからが怖いな。コカトリス、よし、色はあるんでこのまま行きます。お邪魔全部消して、オゲ、なんとか間に合いまして、これはさすがにね弱点もつけるし倒せると思います。木なしのくせに、これもしかすると木属、水属性のキャラクターばっか出てくるパターンですかね。そういうわけでもない。毒作ってくんのか、めんどくさいな。ルナティックストームいきます。知らない人もいるかもしれませんけどもね、今から分かることがあります。火は全部消しましたが、目覚めがあると降ってくるんですね、これね。なのでなんとかなしでもアルテミスは相性いいですよ。なんとかなしか木なしに限りますけど。怖いキャラクター置いてきたね、またね。久しぶりだね、ボーモアさん。てかやっぱりそういうえぐいことしてくるんだな。火がないくせに木じゃないと貫通難しいキャラクター配置みたいな。いやでもボーモアって今どうなんだ、 2way1 個とかで倒せるキャラクターなのか、キャラクターなのか。お前も落ちたな。最初はあいつ硬すぎてね、芝使ってカノープスを使うみたいな、そういうなんか倒し方の必勝テクニックみたいな、そういうなんかテンプレみたいなのがあったのに。じゃあ皆さん覚えてますか、覚えてる人いますかね、その芝使ってカノープス打つっていう、すごい懐かしいんですけど、それでみんな周回してましたね。デッキ流ってほんとぶっ飛んでて、最初1000万の体力のアードベックで、めっちゃ硬いボーモア、なんかそんな取りようもないラカブーリン、その流れが面白かったよね。で、なんだっけ、次なんだっけ、あいつだよ、ラフロイグ。あいつもあいつで強かった。ラフロイグとカリラは強かったんだけど、なんかね、なんかラガブリンだけパッとしなかったんだよね。そういう思い出があります。はい、ということで、まあさすがにいけるよねって話ですけども、木なしとかのダンジョンでも目覚めさえすれば降ってきますので、だから例えばサダン降臨とかでも回復の目覚めのスキルを使えば降ってくるというお話でございます。まあ毒とかお邪魔の目覚めと同じ要領ですね。確率が追加されるみたいな感じでございます。はい、まあ難しいダンジョンでこのギミックが来ないことを信じましょう。短いんでキフェスだけ引きます。金玉ハットリ半蔵。